はい、こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの本です。人を操る禁断の文章術、文章術と書いてメンタリズムというふうに、ルビが振っているんですけれども、メンタリストの DAIGO さんが書かれた、人を操るための読書術ということで、この禁断の文章術というタイトルに惹かれて買ったんですが、禁断の文章術、メンタリズムということは、特になかったように感じましたが、なかなかいいポイントはさすがにありました。どういうところかというと、まずその文章を書くときに、本当にこの本を一言言ってしまうと、人を行動させるためにはどうすればいいのか、そのために文章を使って行動するための本と言っていいと思うんですが、そのポイントが分かりやすく書かれていまして、一番のポイントは、やはり結局その文章を使うことによって、でその読んだ人にどうなってほしいのか、どう行動してほしいのかっていうところを考えるところから発想するのがいいっていうことが肝なのかなというふうに感じまして、そのための方法がたくさん書かれています。でこの方法論とかは、実はそんなに、目新しい感じでもないんですが、非常に分かりやすく書かれていますので、その人を行動させるという視点で文章を考えたことがない方にとっては入門書として非常にいいのではないかなと思いました。個人的にはもっとどぎついメンタリズムの人を操るみたいなのを期待していたんですが、入門書という感じだと思います。ご興味ある方は読んでみてください。